今回は台座を作っていきたいと思います。楕円形の大きめのベースと、墓石ですね。こちらが2種類、1個は2分割になってます。分割されている墓石を接着していきます。馬車をセットして、墓石の位置を決めていきたいと思います。位置が決まったら接着します。墓石だけでは寂しいので、今回はシタデルスカルズですね、いろんな種族の骸骨が入っているというキットになります。切り出してゲート処理をしました。結構な数なので、だいぶ時間かかりましたが、こちらをつけていきたいと思います。まずはどのように骸骨を配置していくのか、鉛筆で軽くラインを引いていきます。盛り上げる骸骨の位置が決定したら、木工用のエポキシパテですね、こちらを練って先ほど描いたラインの中心に、上げ底を持っていきます。パテが乾く前に切り出した骸骨を配置していきます。なるべく隙間のないように骸骨を積んでいきます。なるべく隙間ができないように骸骨を接着していきます。大きめの骸骨なども接着しつつ、転がった骸骨、まあちょっと範囲を伸ばして貼っていったりします。Thank you.
とりあえずこんな感じでしょうか。続いてはですね、鉄道模型用の瓦の石、こちらをちょっと雰囲気出すためにつけてみようかと思います。使う接着剤はですね、スマホケースなどに石を貼ったりするときに使うものです。ラインストーンなどをくっつけるための接着剤ですね。ちょっと粘りがあって乾くのに時間はかかるんですが、石なんかもくっつけられます。袋が邪魔で見えないですね。すいません。こんな感じになりました。馬車本体を置いてみてちょっと様子を見ます。こちらはテクニカルのアストログラナイトですね。砂が入っているようなそんな感じの塗料です。こちらをベースの黒い部分に塗っていきます。せっかく貼った砂利ですが、イメージ通りにいかなかったので全部剥がしていきます。剥がし終わりました。このままでは寂しいので、100均で購入しましたポリスチレンフォーム、こちらを使って岩を再現したいと思います。スチロールカッターを用意しようと思ったのですが、ちょっとめんどくさかったので、今回は普通のカッターで作業していきたいと思います。大まかに形を切り出したら、骸骨の山に沿ってですね、ラインを引いていきます。ラインに沿って切り出します。
大まかに岩のデコボコ加減ですね、こちらをつけていってます。ベースに合わせながら調整をしていきます。もう少しゴツゴツさせたかったので、ツールクリーナーですね、こちらを筆に染み込ませて塗っていきます。筆につける量を加減しつつ塗ったり叩いたりしていきます。こんな感じでしょうかね。続いて接着です。そのままだと、剥がれる危険があるので、わざと傷をつけます。砂利を貼った時と同じ接着剤ですね、こちらを裏面に塗ってベースの方に貼ります。ポリスチレンフォームが浮いてしまう可能性があるので、くっつくまで押さえます、骸骨をですね、岩の上に乗せようと思うのですが、普通に接着剤を使うとポリスチレンフォームが溶けてしまうので、こちらも、砂利を貼った時と同じ接着剤ですね、これを使って貼ります。接着が完了したら、砂利を剥がした部分、こちらにアストログラナイトを再び塗っていきます。スチレンフォーム、こちらの周りになるべくこう盛り上がるようにですか、砂が、それを意識しながら塗っていきます。サフ拭きをする前に、馬車と接着する部分、こちらに塗料がつかないようマスキングテープを貼っています。ガイアノーツのエボブラックですね、こちらを拭いていきます。拭き終わったものがこちらになります。次回は色を塗っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。